崖あった、これじゃない。よし、この下行くぞ。おう、当てたっぽいね。さっきタコ殴りにされたばっかりだけど、もう仲いいや。うわっ、だいぶ攻めてきちゃってんな。あれ、たくさん出てきたけど、なんなの。あと少し前に出てきた変な4人組も誰だったのかしら。それは多分よく知る4人組だと思うよ。ずっこけの、なんかどこかで見たことがあるような気がしたんだけど。もう何がどうなってるの。あの大穴は一体どこへ通じてるっていうのよ。てかディアロちゃんとシェランちゃんはどこにいたんだ。あ、なんか森の隅っこにいたのか。影から見てたんだね。私たちどうすればいいの。おお、あ、トリスちゃん。どうにもできないわね。誰、あ、支援なのかと思って今一瞬なんか。ああ、身構えないで。敵じゃないわ、多分。あ、多分なの。多分になっちゃったの。多分。やっとこっちに来れたわ。あのイカレポンチ、やるじゃない。てかよく来れたな。さて、どうしましょうかしら。私も下手に動けないわ。え、本当に誰よ、あなた。ただの通りすがりの悪魔よ。は？え、私が直接動いてもいいけど、あんまり怪我したくないしね。でもあのイカレポンチは気に食わないし。なんのこっちゃわかんないだろうな。なんのこっちゃわからないっていう顔してるよ。うん、やっぱりある程度はあの黒いおじさんに任せましょう。まさかクカルブさんのこと言ってんのか。様子を見て、うん、それがいいわ。あの、ところであの白い子、なんだっけ、エティーユ、エティーユさん、あの子は大丈夫なのかしら。こっちが聞きたいわよ。そう、目の前でさらわれてるからね。救出はできないけど、そうね、話をさせることぐらいできるかしら。さっきそこで拾ったこれで。何？おう。あ、例の石。それは、エティーユの石。あいつらね、片っ端からこれを破壊していたのよ。バランスを崩すためにね。バランス？ああ、理解すること、理解する必要はないわ。細かいことは気にしないのが幸せよ。あ、そう。あなたさっきから何を言って。まあいいから、ちょっと待って。お、なんか光った。さ、手を触れてみて。え、これで会話できんの？エティユさんと。多分捕まっちゃってるはずなんだけど。あ、ほら、やっぱり炎側にいるじゃん。大丈夫？あ、でも大丈夫そう。あ、動ける。エティユさんしてんだ。え、とりあえず進んでいけばいいのか。炎があるけど。え、何ここ、どこ。いや、さっぱりわかんない。確か僕は、あ、ちょっとひときわ大きいな、怖いな。ん？え、記憶ないの？喪失した記憶を。大丈夫？そういう展開？何があったんだっけ。ああ、そうだそうだ。あのわけわかんない奴にいきなり襲われて。しまった。僕としたことが情けない。なんであの程度の悪魔に。あの程度の悪魔？あの、イブリスのことだよね、多分ね。いや、最近どうも体の調子が悪かったからね。きっとそのせいだ。一応こっちの世界の魔王なんじゃないの、イブリスって。エティーユからしたら結構なんてことない悪魔に見えんのかな。やばい。絶対クカルブに笑われる。というか、本当にここはどこだろう。てか出口がなさそう。あ、ユ。ん？エティ、う。おや、誰か僕のことをお呼びで。エティーユ。通じたのかな。あ、通じてる！エティーユ。って、え、ディアロかい？ええ、そうよ。シェランもいるわ。大丈夫なの？
ちょっと待って、後ろの通りじゃめっちゃ怖いけど。すごい目で見てるけど、眼光で。僕は平気さ。君たちも無事だったようでよかった。っていうか、どうやって僕に話しかけてるんだい？エティユの石を使って、なんか変な人が。あら、無事だったよね。おや、誰かな？通りすがりの悪魔よ。いや、誰だよ。本当にそうだよ。本当に誰だよ。まあまあ、とりあえずあなたのいる場所はどこかしら。さあね、力もうまく使えないし、一体どうなってるんだ。今何が起こってるか知ってる？知らない。あなたの大事な彼がね、あの炎の悪魔に襲撃されてるわ。え？力を奪うのが目的なの。え？あの魔王は彼の力を奪い取るつもりなのよ。また、どうしてそんな。何事も奪った方が早いでしょう。クカルブの力なんて。あら、彼のことはあなたが一番よく知ってるんじゃなくて？とにかくね、あのイカレポンチュが力を持ったらやばいのよ。私にだって手に負えなくなる。立ちが悪いし手が弱いのよ。僕をこんなところに閉じ込めちゃうくらいだしね。とにかく、もし彼が負けたら、次に殺されるのはあなたね。奴も一体どこで知ったのかしらね。この不安定で脆い世界を。陰で糸を引く者がいるのかしら。で、そこから出れそう？いや、無理そうだ。でしょうね。煽ってんのか？煽ってんのかい？どうしよう。どうすんの？生産性は特にないまま終わっちゃったけど、会話。さてさて。私はそろそろ行こうかしら。自由。自由な人だ。人じゃないけど。え？ああ、その石、持っててあげれば？一人じゃきっと暇だろうし。入っちゃった。なんなの？って、本当に今の声の子は誰だったの？わからない。おやおや。まあ、でもとりあえず敵いないからいいんじゃない？あ、そういえば君たち今どこにいるんだい？ああ、多分ここは、朝明けの森かしら。そうか。どうしよう。とりあえず廃炉村に戻ってみる？ここにいるのは多分危ないわ。一体そっちはどうなっちゃってるんだい？あの炎のコウモリがうじゃうじゃ出てきてるわ。大穴の中から。え？まったく、なんでこんなことに。私が聞きたいわよ。いや、あの4人の無事もそうだし、あの猫ちゃん2人もそうだし、クカルブさんもそうだし。エティユさんの全身像、こう見るとかっこいいな。神様感強いね。まったく、参ったね。はははははじゃないが、心配は募るばかりだ。あ、よかった、一応無事だったね。いや、いきなり、緑豊かに。向こうに海がある、行くぞ。おうさあ、とりあえず、浜辺に出て、なんか、どっちか行けばいいんだっけ？西だか東だか。川のある森？川だったわ。ああ、ほんとに川があるね。確かに綺麗だ。ずっと続いてる。こっちだね。あ、出た。変態お兄さん。げっ！へへへ。出たな、クソサングラス！ボイミさん打ち任せなんて、やるじゃないっすか。調子に乗るなよ。ははーん。もう、こんなことはやめてください。私たちが何したって言うんですか。そうだそうだ、クズ野郎。ゴミ野郎。どうしようもない。アンポンタン。
クロッカスのゲロッカス。ハスオ、そうまでしてハスオ出してくると、いい加減ひどくないっすか。ああ、ひどいのはそっちでしょ。私たちの世界をめちゃくちゃにしやがって。お前ら打ち合わせでもしてたのか。いつアドリブ。んなこと言われても、俺らは魔王様の命令に従ってるだけなんで。じゃあ命令無視すればいいじゃん。無茶言わないでくれるかな。はぁ、ダメね。これだから男は肝っ玉小さいってらあれしない。まったくだわ。ジョンソンダヒっすか。ジョンソンダヒなんすね。よくないっす。それよくないと思うっすよ。男女みんな平等。うるせえ、平等なんてありえないんだよ、マヌケ。お、じゃ、読みたくない。男なんてビーにビーぶち込むだけの、どうしようもない、ただの狼よ。そうだそうだ、ピー握りつぶすぞ。ちょ、二人とも下品ですよ。そうだそうだ。うわ、そんな汚い言葉使うのやめるっす、女の子なのに。どっちが悪者かわからないぞ、今。お黙り。あ、ヨザファイアさんって本当に男の子には厳しいんだな。おい、お前らいい加減に。いや、でも俺は君のこと諦めないっすよ。力ずくでも。バーカ、私はフローズちゃん一筋なのよ、野郎。ご冗談を。ガーン、あ、色がすっごい色が反転した。ブヒャ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 、やーい、振られた。あの、お二人とも。バーカ、アーホ、ゴーミ、シジーミ。シジミだけは別にポジティブ、ネガティブではない。おい、ふざけてる場合か。え、真面目な話だよ、アホ。あ、お腹すいたわね。唐突な空腹。七節食べたい。七節、小腹がすいた時のスナックだわ。ちょっときついきついきつい、やめて。七節をポリポリスナック感覚で食べてる感じをちょっと想像したくないよ。ロベリーさん、七節節節。動物の森ではまあまあレアなのに。とまあ、おふざけするのもそろそろやめだ。悪いっすね、俺も仕事あんで。え、なに、お、なんだ俺。じゃ、さよなら。ひじゃと、なんか変わったコウモリ出してた。待てよこら、畜生逃げやがって。うわ、炎の使い魔。あ、かっこかわいい。ガルルルルル、曲芸師みたいな色してる。キャー、一時期パズドラを壊したあの。うわ、かっこいい、炎の使い魔。なんかこういうなんかあのさ、カービィのマルクみたいなさ、こういう可愛くてキャッチーなんだけど狂気性を内包してるキャラクターデザイン大好きだわ俺。なんかまさに真ん中がバカッと開きそうじゃん。すごくいいです。倒しました。言ってる間に倒しました。あ、すごい経験値もらえる、やった。にゃろう。やれやれ、とにかく先を急ごう。あのグラサをぶちのめすぞ。おい、聞いてるか。もうあいつのことになると周りが見えなくなってるから、ある意味恋に落ちてるのでは。いや、それはないな、殺されるからやめよう言うの。ん、なんかちょっと植物が変わってきた、周りの景色が。え、なにこれ、なにこれ。涙の海への道、船虫踏んだら血も涙もなし。船虫、俺船虫苦手なんで。え、まあ大体苦手か。ああいう系の虫は結構苦手なんですけど。ああ、でもやっぱあれだ、あの涙のところなのに結構空が真っ赤だから怖い。嫌がったな、エマルフ。追いついたぞ。これ今度こそエマルフと戦えるのかな。あ、出たな、クソサングラス。さっき会ったばっかり。いやー、君の方から声をかけてくれるなんて嬉しいっすね。あ、そんなんじゃないし、お前をここで叩き潰すのよ。ふふん。うがー、変わった笑い方、変わった威嚇。皆殺し。あの使い魔を倒すなんてまあまあやるじゃないですか。ふん、楽勝だったもんね。今度はそうはいかないっすよ。それはどうかな。
はあ、やれやれっす。あ、君たちみたいなひょろい女の子に一体何ができるって言うんすか。そっちの子は睨んでるだけだし、そっちの子なんて怯えちゃってるし、そっちの子はよくわかんないっすけど、うふん、まあたかが知れてるっすよね。こっちは男尊女卑だし。気まずい空気で、え、言いたいことはそれだけ。え、私たちさ、なざれ事には惑わされないから。ああ、ちょっと、ああ、ちょっと、また汚い言葉をあんた。ファック、よさファック。ふふふん。あ、そう。もういいっすよ。低レベル口喧嘩。あ、でも、あ、でもなんか伏線強そう。まとめてギッタギタにしてやる。ふん、やってみろ。あ、来た。エマルク。ついに戦えるのか、この変態サングラスと。まあ、サクッと倒しましょうか。さすがに、さすがに倒せるでしょ。いや、ほら、もうだって強いもん、こっち。申し訳ないけど、こっち強いもんな。あ、もうガシガシ入ってくる、ロベリーちゃん。ロベリーちゃんだけいつもあの、モゲのことを、虐待してるんだから。怖いのよね。あ、倒しました。やりました。あ、強っ！すごい経験値もらえた。やった！めっちゃレベル上がったわ。助かるー。どうだ、見たか。うぐ、男女平等、それでいいじゃないか。なぜどちらかを貶めるんだい。お互いもうちょっと一旦両成敗、両成敗。いや、確実に片方が成敗されたけど。グラサン野郎が倒れてるよ。そうだ、2、3回蹴っとくか。あ、これは何、その倒れてるのを調べろとこか。ちょっと頭2、3回こついといたら。お、死んだかな。残酷。お互いのことになるとすごいカッとなるよね、この二人ね。なーによ、口音にもないじゃん。やれやれ。ふぅ。おい、あまりそいつに近寄るな。平気平気。なんかやな予感すんな。さ、行こう。はい。にやり。ヨゾフ、危ない！え？あ！なに？え？なにされた？やれやれ、困ったっすね。あ！シンプルにナイフ！俺もこんなところでヘマするわけにはいかないんすよ。ゲスが。ローズちゃん、羽が。大丈夫だ。大したことない。あ、羽傷つけられたのか。っていうかさ、俺が君たちみたいな女の子に負けるわけねえだろ。また誘拐。普通に考えて、わかんないかな。フローズちゃんに何するのよ。え、本当は君のことを切り裂こうとしたんすよ。あ、背後を襲うなんて最低。ふっはは、なんとでも言えばいいっす。君たちには死んでもらわないといけないっすからね。あ、ま、せいぜい泣きじゃくればいいっす。なんだかんだで俺も女の子の泣き顔を見るのは好きだし。ひぃ。はあ、逃げようだなんて考えても無駄っすよ。いや、追いかけっこも悪くないっすかね。まあでも、その羽じゃ飛べないよね、君。それじゃ逃げるとき お荷物になるっすね。どうする？何言ってるの？飛べないのなら私も一緒だし。え、ああ、君飛べないんだ。
絶望的な状況っすね。ただでさえダメだってのに、空も飛べないなんて。はっはっはっは。ダメな奴は何をやってもダメなんだよ。わかる？ふざけるな。さっきからベラベラと煩わしい。だから無意味だって言ってんだろ。じゃあさよなら。フローズちゃん、ちょっと様子、最悪だ。やっぱどんな相手でも舐めるもんじゃないよ。あれ、私飛べないのになんで飛び降りた？なんでって、そりゃフローズちゃんを助けるため。あーでもダメだ、飛ぶの怖いよ、落ちるよ。フローズちゃん、フローズちゃんも落ちるよ。フローズちゃんが危ない？助けないと、助けないと、助けないと。飛んでる！ヨーサフちゃん、目つぶってるわ。二人とも目つぶってるわ。じゃあ、そろそろ開けてもらって。あ、フローズちゃん、大丈夫？ヨザフ、お前、飛べるようになったのか？あ、無意識？お、おわあ、おわあ。読む方の気持ちにもなってくれ。待て、落ち着け、落ちる、落ちる。あ、でも克服できたのかな。すまないヨザフ。いや、こっちこそごめんね。あ、背中が本当だ、赤くなっちゃってる、フローズちゃん。あ、っていうか怪我、大丈夫？ああ、どうってことない。嘘つけや！思いっきりお腹刺されてたじゃん！あ、そうじゃん！ああ、あれはほら。何？あら！お約束！いやでも、貫通してるけど！あ、時計にナイフが。うん、まあこういうわけだ。すげえ、時計すげえ。私も持ち歩こうかな。でも貫通してるけどね。いや、滅多にない偶然だと思うが。だからここで死ぬ定めではなかったってことだよ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。あ、じゃあ私をかばってくれた時に切られたところは？平気。少し、羽を少し傷つけられただけだ。そっか、よかった。ごめんね。ありがとう、フローズちゃん。いや。また気まずい空気。大丈夫か？なんか、埴輪になった気分。あ、ちょっと、言いようがもっとないかな。
難しい、ちょっと伝わってこないわ。は、埴輪？まさに言いようのない気分なんだろう、きっと今。あら！笑ってる！フローズちゃんが、前回あんなひどい、ひどいって言ったらあれだけど、なかなか笑顔ができなかったのに。フローズちゃんが笑った。埴輪がツボだったのかな。だってお前が、何よ、私がそんなにおかしいの。おかしい。なんですと。ぷぷぷ、あつられ笑い。あ、でもよかった、平和で。あ、ちょっと、いいシーン。でも笑い方が変。あー、なんか一皮むけてまた一歩ね、深い親友になれたっていう感じのシーンじゃない、これ。素敵だね。ちょっと痛々しかったね、今羽のところ。何を、私はこんなに大笑いしてるんだ。ああ、正気に戻ったか。笑ったフローズちゃんも可愛いよ。恥ずかしい、死にたい。ちょっと、せっかく助けたのに勝手に死なないでくれますか。いや、でも多分私たちはあの高さから落ちたくらいじゃ死なないと思うぞ。え、そうなの。ともかく上に戻ろう。ちょっと待って、私の決死の救出は無意味。まあ、私が大怪我しなくて済んだ。あ、そっか、よかった。ありがとう。普通に笑った。何も、普通に微笑むことができるやん。もう一回笑って。やだ。お願い。やだ。お願い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 。やだ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 。最高じゃん。あ、でもちょっとこっちでピンチ。あ、ああ、ヨサファイアさん、フローズさん。はははは、笑えるっすね。さーて、あとは君たち二。で、え、なんでこんなことするんですか。いやいや、なんでって俺君たちの敵だし。どうして女の子にあんな暴力的なことを。いやいや、だからね。許しません。私はあなたを、あなた方を許しません。お、許しません。いつの間に後ろに。絶対に、絶対に許しません。あのさ、君さっきから何。言い訳なんか聞きたくありません。うわ、うわわ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 。え、嘘でしょ。まあ、からな。私、すごいじゃない、マカロナ。私、マカロナはやっぱり強いわね。え？そうですかね。まあ、確かにステータス的にめっちゃ攻撃力高いのは知ってたんだけど、ここまでとは。そうよ。なんだか、そんな気がしてきました。あら、やばい、実力に
自覚がつき始めたらもうそれは最強なんだけど。おお、自信湧いてきました。おお、うっしゃ。おお、マカロナの攻撃力と防御力が上がった。嘘だろ、これ以上最強モンスターになっちゃうんだけど。あ、そういえばお二人が、ヒャッホー。あ、普通に飛んできた、すごーい。あ、どこ行くねん。あ、帰ってきた。どこ行くねんパターン。ただいま戻ったよ。うわー、もしかして今飛んでました。イエース、よくわかんないけど飛べるようになったよ。なんですって。なんか急にみんなあれだね、力つけてきたね。イエーイ、ちょっとレベルアップしてきたんじゃないの。とりあえずお二人とも無事でよかったです。あれ、こいつどうしたの。あ、私が軽くあしらっておきました。もうなんか言い方にもちょっと自信がついてる。どうしたんだマカロナ。いや、なんか急に力がこみ上げてきて。やるじゃん。えへへ。でもまだまだ爪が甘いわね。あ、グラサン取れてる。いって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 、しぶといゴキブリみたいですね。まだ生きてたのかこの野郎。で、ん、あ、俺のサングラスが。あら、意外と可愛い目してるんですね。綺麗なお目目、ほじくりたいわ。可逆的精神。うわぁ、可愛いってのやめろ。ああ、もうだからやらんすよ。け、ざま見ろ。ぐぐぐ。スペア装着。持ってると思った。そういうキャラは大体スペア持ってるって定説があるからな。なに？もうほんと困るんすよね、こういうことされるのはさ。自業自得でしょ。うぎぎぎ。でもあれだね、こう舐められたくないからっつってスペアまでちゃんと持ってんの可愛いね。こうなったら最後の手段っす。は？俺自身うまく操れるか微妙だったんで、本当の本当にヤバい時使えってことなんで。え？最強の使い魔を、なんて読むんだろうこれ。召喚する字だから読んでていいのかな。君たちを皆殺しにするっす。何？最強の使い魔？じゃあ最初からそうしろよ。言ったでしょ？最終手段なんだってば。というわけで、さあ、後悔するがいいっす。一体どんなのが出てくるんだ。あと、さっき刺した刺されたとは思えないぐらいの距離感。あ、待って、なんかかっこいい槍持ってる。ん？なのはてな今の。その槍なーにのはてなかな。